それでは2020年オリンピック・パラリンピック開催都市決定都民報告会を開会いたします。私本日に司会進行を務めさせていただきます関本奈子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それではまず IOC 総会に参加された皆様をご紹介させていただきます。皆様どうぞ拍手でお迎えください。まずはじめに猪瀬直樹東京都知事です。東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会副理事長専務理事です。続いて佐藤真美選手です。紹介いたします。吉野俊明東京都議会議長です。そして東京都議会議員の皆様にもお越しいただきました。それでは皆様お揃いになりましたので、ここで猪瀬直樹東京都知事よりご報告およびご挨拶を申し上げます。猪瀬都知事よろしくお願いいたします。ただいまブエノスアイレスから戻りました。皆さんの声援は、都民、国民の皆さんの声援はブエノスアイレスに届きました。おかげさまで2020年東京オリンピック・パラリンピックは東京で開催することが決まりました。都民、国民の皆様の声援、そして都議会議員、国会議員、そしてスポーツ関係者、アスリート、そして財界、経済界含めた各団体の皆様、町内会の皆様を含めて全員オールジャパンのチームが勝ったのです。2013年9月7日、日本時間の9月8日、これは歴史に刻まれます。伝統のあるこの国がこれから新しい歴史を作るんです。2020年開催まで我々は希望を作って、そして元気を出して頑張りましょう。そして東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会水野雅人チーフのご挨拶です。水野チーフよろしくお願いします。ただいま帰りました。皆さん方のご声援誠にありがとうございました。前回の招致から松明の火は消さない、灯し続ける、特に震災があって日本全体が元気になる、
これでいいのか日本ということで、私たちは招致に本当に全身全霊をかけて頑張ってきました。オールジャパン体制、先ほど猪瀬都知事が言われた通り、全員が一丸となって戦いました。最後は 92% という国民都民の支持率をいただいて、本当の追い風を受けて勝利することができました。これはひとえに皆様方のご声援のおかげと思います。前回から前回で学んだことを全て生かして、今回素晴らしいものにするという計画と私たちの信念を IOC に伝えて、それが皆さん方に認められた、また皆さんのこれだけの支持率が認められたということだと思っております。本当にありがとうございます。あと7年後に素晴らしい大会を開催いたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、東京都議会を代表していただきまして、吉野俊明東京都議会議長のご挨拶です。吉野議長、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。東京都議会議長の吉野俊明でございます。ご承知のように、2020年オリンピック・パラリンピック開催都市が東京に決定をいたしました。本当に皆さんご支援ありがとうございました。私たちは日頃から東京都政とか東京都議会とか東京という言葉を使っておりますけれども、あのロゲ会長の口から出た東京という言葉ほど感動を持って聞いたことはございません。皆さんいかがですか。この開催都市決定は東京に日本に大きなエネルギーをもたらします。そして東北の復興も加速をしていくことでしょう。私たち東京都議会も猪瀬知事をはじめ東京都と連携を取りながら、素晴らしい2020年のオリンピック・パラリンピック開催に向けて努力をしてまいりたいというふうに思っております。これからも皆さんの開催に向けてのご支援も心からお願いを申し上げ、都議会を代表しての挨拶とさせていただきます。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは東京開催決定をお祝いいたしまして、皆様でくす玉を開いていただきます。登壇者の皆様はご準備をお願いいたします。それではここでせっかく皆さんにお集まりいただいております、太田選手、佐藤選手に少しお話を伺いたいと思います。どうぞこちらまでお願いいたします。はい、本当にたくさんの方いらっしゃっていますよね。本当にあの後ろにいらっしゃる時からもう大きな拍手に迎えられて入られたお二人なんですけれども、たくさんの方テレビで見守ってた方いらっしゃると思います。太田選手、あの本当に笑顔が印象的なプレゼンテーションでした。あの場にいらっしゃった時のあの思いというのはどのような気持ちだったんでしょうか。はい、そうです。その前に今日集まりの皆さんありがとうございます。本当にこんなにたくさんの人に集まっていただいて本当に幸せです。プレゼンテーションは、緊張していましたが、それをなんとか隠そうと一生懸命頑張りました。発表の時はいっぱい泣いてすいませんでした。あんなに泣くことはもう生涯もないと思うんですけど、今まで生きた中でありがとうございます。今まで生きた中で一番幸せでした。